ペイントブロー、アップストアでスプラトゥーンと検索すると、3番目に出てくるゲーム、略してスプラトゥーン3やっていきましょう。この略し方反則だろ。最初に持っている武器は若葉シューターではなく、いきなりスプラシューター。ただの水鉄砲にしか見えないけどな。早速縄張りバトル、4人対戦です。制限時間がありますが、デスしたらその時点で終わり。インクは歩くと常に放出できるのか。インクをぶっかけると味方が増えます。敵が現れました。おっと、この角度は危ない。敵もずっとインク出しっぱだぜ。進行方向とインクの向きが一緒なので、うまく回り込んできる。キルトルと敵の塗りもゲット。次はオレンジ。人数多いぜ。やばい。今度の色は、緑色。隣のオレンジ近すぎるだろ。せ、なんでもうオレンジ左上にいるんだ。なぜかゲーム開始前に敵はインク塗ることができます。よし、青キル、現在1位。あとはピンクとオレンジ。攻撃を食らっても、少し時間経つと回復します。スプラトゥーンですからね。これスプラじゃないからな。オレンジもキル、あとはピンクのみ。キルするとき斜めから突撃すると勝ちやすいぜ。理想の攻撃は、真後ろからですよ。ピンクいたな。後ろから追いかけて、ケツ穴確定させていきましょう。負けてんじゃねえか。味方残ってても本体やられたらおしまい。ちなみにこのゲーム、機内モードでオンライン対戦できるスプラトゥーンなので、全くラグが発生しませんよ。どう頑張っても開始前に濡れないから、序盤は出遅れるぜ。水色狙い、背後にしっかり回り込んで、相手が回転しても後ろに張り付きますよ。水色キル、これであと二人、全滅させるか制限時間での面積で勝敗が決まります。全滅狙っていきたいな。もちろんそのつもりです。おっと真横からピンク、その角度は不利なので一旦戻り、なぜか通り過ぎていくので、まずは仲間を撃破、単独になったので回り込んで、背後取ったらあとは回転されても、シューターを押し当てて倒すまでへばり、黄色キル、くっつきながら倒すって意味わかんなすぎるぜ。残るは紫、紫は陣地が広いぜ。なので、逃げ切るよりも、キルしたい。あれ、多くない ?8 人もいるぜ。仲間はワンパンだからなぁ。あとは本体のみ、本体振り向いてきたぜ。やばい、背後取られる。もっと早く回り込まねば、体力は若干有利。体を押し当てて、逃がしませんよ。あとちょっと。なんとか、勝利、勝ったので、当然ながら、腕前が上がります。スプラトゥーンですからね。